本当に素敵な1週間でした。外国を訪れ、1週間ホストファミリーと一緒に過ごし、観光したり、今まで食べたことのないものを食したり、新しい出会いがあったり、ワクワクするような素敵な1週間でした。私たちは現地のご家族を訪れ、その家のご家族と共に同じ屋根の下で1週間過ごすことができましたが、私たちを快く受け入れてくれました。そしてそのご家族は価値観や信条、儀式、伝統を教えてくれましたが、私たちはそれ以上のものを得ることができました。私たちは彼らにその地域の代表的建造物のあるところに連れて行ってもらったり、彼らの普段の活動に参加させてもらったり、また彼らのそばに座って食事を共にしたり、彼らの文化に触れること以上の経験をすることができました。そして私たちは彼らと共に普段と変わらない生活を過ごしました。こうして私たちはご家族と共に過ごしていくうちに、ある価値がだんだん分かってきました。それは家庭に他人を受け入れること、そして知らない者同士が友情を築くということです。私たちはグローバル社会の中で生きております。昔は今ほど人々が国際的なスケールで交流することはありませんでしたが、今では文化的衝突や国同士の衝突が生じたり、障害が出てきたりすることもあります。また私たちは憶測で物を考えたり、誤解したりすることもあります。しかし、もし私たちがお互いに関心や受け入れる気持ちを抱くようにしたらどうでしょう。友情の絆さえあれば、お互いの理解や平和のためのグローバルな力になるのではないでしょうか。フレンドシップフォースインターナショナルでは現在こうした活動を行っており、同時に平和を構築し、友情を築くことにも取り組んでいます。フレンドシップフォースインターナショナルは1977年にウェイン・スミス氏によって設立され、またジミー・カーター元大統領が推奨する非営利団体で、旅行を通して国際理解を促進しています。フレンドシップフォースでは国際親善と世界平和のメッセージを広めるため、親善大使として世界を旅し、それぞれの土地の文化を体験してくれる一般市民を募集しています。フレンドシップフォースは今では世界70カ国に約350以上のクラブを有し、約1万6000人のボランティア会員が世界中で活動する世界的な組織にまで成長しました。アンバサダーは現地を訪れ、1週間以上ホストファミリーの家に滞在し、友情と国際親善を推進する真の文化交流を通じて長続きできる関係を築いています。私たちフレンドシップフォースの会員はあなた方と同じ一般の人々で、グローバルな友情という名のもとに旅行をしたり受け入れをしたりしています。さまざまなものの見方を経験し、その中からお互いの共通点を見出してみましょう。今すぐフレンドシップフォースの会員になって、私たちの活動に参加してください。貴重な1週間です。その1週間があなたの人生を変えるかもしれません。またその1週間が世界を変えるかもしれません。